はい、こんにちは、レトスの小野です。4月12日の3本に入る前にアドバイスをさせていただきます。年が明けてから今日に至るまでの4ヶ月半、勉強しようと思っていて勉強できなかった方、そういった方非常に多いです。そして今になっても火がつかず、試験3ヶ月前になって準備が足らないことに気づいて、初めてそこで後悔する。こんな方も多いです。そうならないために今から本気になりましょう。独学であれば最低1日2時間ぐらいは勉強しないと合格をつかみ取ることはできません。さらに勉強の質、これも合わせて上げていく必要があります。今すぐ勉強量と勉強の質、これを同時に上げていかないと今年の試験に間に合わない、そういった時期になってきました。単に量をこなすんじゃなくて効率的に勉強していく、これが肝心です。ただ独学や予備校に通ってこれを実践するのは正直至難の業です。9割の方ができてないです。で、その理由なんですけれども、一つ目がやり方がわからない、二つ目がやり方がわかっていても実践する時間がない。この実践する時間がないっていうのは、その理解学習をする上で調べなければいけないことって非常にたくさんあるんですよ。つまりこの調べる時間がないっていう話なんですね。その理解すべき内容がある本一冊にまとまっていたら、それはそこで調べたらいいだけなんですけども、多くの場合が市販のテキストや市販の過去問集、予備校のテキストや予備校の過去問集を使っている方多いんですけども、まあそこには載ってないんですよね、理解すべき内容まで。だから調べなきゃいけないけども、その調べなければいけない内容も、一つ目のポイントは A のサイトに載っている、次のポイントは B のサイトに載っている、次のポイントは専門書のこのページに載っているっていった感じで、もういろいろばらけてるんですよね。だからそういったものを調べるのにすごく時間がかかるっていうところなんですよ。だから1日2時間だと足らなくなっちゃうんですよね。まあこういったことが理由で、まあ9割の方ができてないんですね。ほとんどの方がやっぱできないんですよ。でも合格できる方法っていうのがあります。それがまあ弊社レトスの個別指導です。弊社レトスの個別指導では勉強量と勉強の質同時に上げていきます。弊社の教材には理解しなければならない部分っていうものを入れてあります。なんで調べることも非常に少ないんですね。なので毎年この時期から勉強した方でも7割ぐらいの合格率は出してます。今からであればまだ間に合います。無駄な勉強は今日で終わりにして、明日から効率的な合格できる勉強をしていきましょう。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきます。また動画の最後にも個別指導の内容について動画お知らせいたしますので、そちらご確認いただければと思います。それでは3問に入ります。A は B に100万円を貸した。その際の金銭消費貸借契約の特約で、貸金債権につき消滅事項の利益をあらかじめ放棄する旨を約定したとしても、その特約は無効となる。丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。まず、金銭消費貸借契約。これっていうのは、まあ、貸金契約ですね。お金を貸した時の契約です。で、約定するってこれ、まあ、約束するってことですね。約束する。まあ、特約っていうのも、まあ、契約、約束です。なので、今回の問題を簡単に言うと、A が B に100万円を貸して、貸金の契約を、締結したと。お金貸しましたよね、借りましたよねっていう契約をしたと。そして、事項の利益をあらかじめ放棄する旨の、まあ、特約をした、約束をした場合、その約束っていうのは無効となる、丸か×かという問題です。で、答えはこれ、丸ですね。事項の利益をあらかじめ放棄することはできません。そのため、本文のような特約っていうのは無効になるんですね。で、これっていうのはどういうことか理解できていますでしょうか。このルールっていうのは理解をすれば当たり前のことを言っているってことに気づくんですね。ただちょっとここで解説すると長くなりますので、個別指導の受講者様にはこのような分かりにくい部分について具体例などを使いながら動画で解説しています。なので受講者専用のメルマガの方から動画ご確認ください。宅建試験自体難しくはないんですね。で、難しくないけれども理解していないから難しく感じてしまうんですよ。単に覚えるだけ、つまり今回の問題で言うと、事項の利益はあらかじめ放棄することできないと。これを覚えるだけだと、まあ、試験日に大体忘れてしまうんですね。そうすると得点が伸びないということになってしまいますので、勉強の仕方には十分注意しましょう。丸暗記学習じゃなくて、ちゃんと理解をしながら学習するという理解学習をちゃんとやるということですね。
まあ、理解の仕方については個別指導で解説させていただきます。で、問いにですね、取引士 A、宅建士 A は重要事項説明の際、相手方が特に要求しなかったので、取引書を提示せず、また交付する書面にも記名押印をしなかった。この場合、A は10万円以下の過料に処せられる、丸か×かという問題です。答えは、丸ですね。10万円以下の過料になる場合は、取引士に関する事由だけです。それは3つありますので、覚えておきましょう。1つ目が、登録少女処分を受けたのに、取引書を返納しない。2つ目が、事務禁止処分を受けたのに、取引書を提出しない。3つ目が、重要事項説明の際に、取引書を提示しない。で、今回の問題は、この3番ですね。重要事項説明の際に、取引書を提示しなかった。これに当たりますので、10万円以下の過料に処せられるということになります。ちなみに、相手方が提示を要求しなくても、また見せなくていいよと言ったとしても、取引書は提示しなければいけません。この点は監督処分の分野でも出題される可能性ありますので、覚えておきましょう。で、問い3ですね。民事調停法による農事調停により、農地の所有権を取得する場合には、農地法3条の許可を受ける必要はない、丸か×かという問題です。答えは、許可を受ける必要はありませんので、正しいですね。農事調停により、農地の所有権を移転する場合、まあ、取得する場合ですね。この場合っていうのは参上許可不要です。で、農地の売買とか貸借などで揉めた場合ですね。はじめは農業委員会が入って解決を図るんですけども、まあ、それでは収まらない場合ってあるんですね。まあ、そういった場合に裁判所の調停機関が入って話し合いをします。まあ、もっと具体的に言うと、まあ、調停委員っていうのが、まあ、いるんですよ。その調停委員が間に入って話をしてくれるんですね。でもこれが農事調停です。そして例えば裁判所の判断で農地の権利は A さんにありますよって決めた場合、それに対して農業委員会が許可しないっていうのもおかしいですよね。もう裁判所は決めたことじゃないですか。まあ厳密に言ったら調停委員なんですけども、まあ裁判所の判断で決めたことなので、もうこれは農業委員会はタッチせずに、まあ許可不要にしましょうと、まあ、いうことです。裁判所が判断したんだから、あえて農業委員会に許可を必要としなくてもいいですよねと、まあ、いうことですね。この点は回答だけ覚えていただいても全然問題ございません。つまり丸暗記ですね。この部分はもう丸暗記でも全然いいです。農事調停の場合は許可不要なんだと、参上許可不要だってことをそのまま丸暗記していただいても問題ございません。今日も勉強しなければいけない関連ポイントありますので、この動画ではお伝えしていない部分なので自分自身で調べて勉強していただければと思います。で、時間がない方とか調べ方がわからない、何を調べたらいいかわからないっていう方は、ぜひですね、個別指導ご検討ください。個別指導ではそういった関連ポイントも合わせて解説させていただいておりますので、効率的に実力を上げていただくことが可能です。あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強して合格を目指しましょう。もしあなたが勉強しているけれども実力が上がらない、本試験で思った点数が取れなかったというのであれば、間違った勉強をしているかもしれません。間違った勉強っていうのは丸暗記学習です。単に宅建の教材だけ勉強していたとしても、なかなか理解することは難しいです。理解学習をするには、それぞれの法律について専門的な本だったり専門的なサイトで調べていく必要があります。面倒ですが、それをやっていかないとなかなか理解は深まりません。結果として、勉強はしたけれども本試験で点数が取れない、そのようなことになってしまいます。もし自分自身で調べることができない、また調べ方がわからない、何を調べていいのかわからないという方は、ぜひ個別指導ご検討ください。個別指導では教材の中に理解すべき内容まで記載しております。具体例だったり、イメージだったり、考え方だったり、理由付けだったり、理解するために必要な内容を入れております。また分からなければご質問いただければ解説させていただきます。曖昧な知識では宅建には合格できません。一つでも多く確実な知識、正確な知識を頭に入れていく、これを行っていただければ合格できますんで、勉強するからには絶対合格しましょう。もしあなたが勉強したら勉強した分だけ実力を上げたい、もしそう思っているのであれば、ぜひ個別指導ご検討いただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講お待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。